スタッフ,フォード州におけるブロートンのブロートン順断尺はイギリスの順断尺位。1661年にブライアン・ブロートンがジョイされたのに始まる。ブロートン順断尺家の邸宅のディントン、ホール・ブロートン家はチェシャーシップブロックのバーノン家の支流リチャード・バーノンの子孫である。13世紀にリチャードの孫、ロジャーの代に、辞書の名前からブロートンを生にするようになった。 イングランド内戦中、熱心な王党派であったトマス・ブロートンの息子、ブライアン・ブロートンが、王政復古後の1660、61年3月10日に、イングランド順断借位を除位されたのが、ブロートン順断借家の創始である。四代順断借ブライアンは、デルビス順断借家の女子相続人エリザベスとの結婚により、デルビス順断借家の財産を相続し、 1727年に、ブロートンイコールデルビスの二重性に改正した。しかしその息子であるトマスが1766年に、兄から第6代順段借位を継承した際に、ブロートン性に服している11代、順段借サーヘンリー・ジョン・デルビス・ブロートンは、1941年に、イギリス植民地ケニアで起きた第22代エロール、白爵ジョスリン併殺人事件の容疑者となったことで、 知られる。警察は、彼の若妻、ダイアナをめぐる地上のもつれの殺人とみて、彼を逮捕したが、裁判では、証拠不十分で、無罪となり、事件は、迷宮入りしている。11代巡男尺は、その後1942年に、イギリスに帰国した際に、うつ病で自殺している。その息子の12代巡男尺イブリン・デルビス、ブロートンの死後、 八代巡弾尺の次男のヤシ後にあたる、デイビッド・デルビス・ブロートンが継承したと考えられるが、継承者であることが証明できていないため、巡弾尺公式名簿には記録されておらず、1993年以降、休止中という扱いになっている。一族の本邸は、ドディントンホールである。ありがとうございます。